瀬野八、瀬野八とは、西日本旅客鉄道、JR 西日本山陽本線八本松駅、瀬野駅間の通称である。本区間は、広島県東広島市と広島市や区にまたがっており、鉄道としては急勾配の坂となっている。また、近世山陽道の大仙峠に並行する形で、軌道が設置されており、この区間は、鉄道開設以前からも、難所となっていた。 この区間は、山陽鉄道により1894年、明治27年6月10日に開通した。同社は急勾配を避ける方針で路線を付設したが、この区間に関しては、経済性を優先して、最大経路で付設したことから、特に上り線は、瀬野駅から、八本松駅に向かって22.6パーミル、パーミルの連続急勾配区間となった。 ルート決定に対し、別案として、現在のゲ備戦争を通る、ガンコウバヤンや、熊野町を抜けるルートも検討されていた。開業時の時代背景として、日清戦争開戦直前で、軍部がルート変更をしてはいけないとする強い意向も、存在した事実もある。このため、蒸気機関車時代から、現在の電気機関車に至るまで、開業以来登り列車には、補助機関車、 ホキを連結するボトネック区間となった。八本松駅から瀬野駅の間には JR 西日本八本松変電所と JR 西日本瀬野変電所の2カ所の変電所が整備され、上り側は河川が全シンプルカテナリー式になっている。 1894年から1986年、昭和61年までは、補機を駐在させるための瀬野機関区が瀬野駅に隣接して設置され、また、中間地点には1912年、明治45年、大正元年から1939年、昭和14年まで、上瀬信号所が存在した。現在は補機を連結するのは、貨物列車のみであるが、かつては、 旅客列車や荷物列車にも補機が連結されたほか、2002年、平成14年まで、一部列車では、走行中補機開放が、八本松駅構内下関側で行われていた。このため補機専用機関車は、EF67 型100番台を除き、連結機会場用テコにシリンダーを装備して、走行中開放に対応したほか、EF61 系200番台、 EF67 型基本番台の貨車連結側となる東方にはデッキを装備している。また、蒸気機関車時代には、上り列車だけでなく、勾配を降りる下り貨物列車にも、貨車の制動能力不足を補うために放棄を連結していたが、これは1931年、昭和6年の空気ブレーキ採用で廃止され、以後は、 上り列車の未保機を連結し、八本松駅で列車から解放された保機は、瀬野駅へ改装で折り返す形となった。現在では、保機の連結、解放は、瀬野駅や八本松駅では行われておらず、広島貨物ターミナル駅で連結され、最上駅で解放している。瀬野駅構内には、本区間で使用する保機を配置する、瀬野機間区がったが1987年。 昭和62年に廃止され、広島貨物ターミナル駅近くにある、広島機関区に統合された。1962年、昭和37年の電化後は、EF53EF56 型を改造した、e、EF59EF61 型を投入。従来の機関車牽引列車のみならず、動力分散方式の151系電車を使用した特急、 ツバメや153系電車による行にも、搭載する MT46 系主電動機の1時間定格出力が 100kW のため MT 比1、1では出力が不足することや、カフカによる主電動機の異常加熱が問題となり、補機が連結された、山陽本線優等列車遠隔の項目も参照。機関車は自動連結機、自連。 153系電車は密着連結機、密連のため、神戸型を密連、下の関型を次連としたアダプター的な意味合いの、非会車とした、湘南色塗装の親35系、0番台を連結した。あ,あとに1時間定格出力1 2 0ットの MT54 型主電動機が開発され、151系電車は181系電車に、改造の際に、 MT54 型に換装。153系電車は一部が165系電車に置き換えられたほか、引き続き153系が使用された列車は付随車を減車して、MT 比を3、2とすることで対応し、本区間での補給連結は発展的解消を遂げた。しかし、国鉄末期の大変成果で、MT 比が1、1となって、以降、 本区間の営業運転にはそもそも即ブレーキと後っち、戻し制御を装備した車両に限定しているため、近郊系電車は平坦専用の113系電車ではなく15系電車が投入されるほか、かつて103系電車が、瀬戸で、広島方面へ折り返していたのも、同様の理由である。2015年3月から、広島地区に投入された227系は、 国鉄時代の車両に比べて出力が大幅に向上しており、そもそも速ブレーキも備わっていることから、背の鉢の通過に支障のない仕様となっている。本区間周辺では2002年度より水島臨海鉄道を事業主体とした電力設備等増強工事が行われた。これは j r 貨物在籍電気機関車中で最大出力となる EF200 系。 一時間定格出力 6000kW を用いて本区間で最大1300トンの重量級貨物列車の運転を行うためのものでこの工事により従来変電設備の制約により EF200 型に課せられていた EF66EF210 型と同等に抑えられる出力制限を解除する目的があった具体的な工事内容としては 八本松変電所の変電能力増強工事のほか、EF67 型電気機関車の開放作業、対標を行う最上駅の有効長1300トン列車対応と、するための延伸工事などである。この工事は2007年、平成19年2月に完成し、同年3月18日のダイヤ改正より、EF66、EF200、EF210、 型による千三百トン列車の運用が開始されたが、二千九年、平成二十一年九月現在でも、e f 二百0系の出力は出力制限は解除されていない。ごく短期間だが、e f 五十八型や九百六十四年の山陽本線、横川小堀、現、新山口関電下まで、東京9週間新大特急県員運用の昼間時間帯前で、 EF60K500 番台も投入された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。